ララ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 ラはい、どうもガンです。ママです。で、今日はですね、タケノコ掘りに来ました。タケノコ、竹やぶ、竹やぶに来ました。タケノコにはちょっと時期早いかなと思うんだけど、今年はなんか例年より暖かくて成長が早いみたいなんで、今4月の半ば下旬ぐらい、半ば下旬ぐらいね、大体なんかいつもゴールデンウィークかななんて思ってたんですけど、今年はちょっと早いんで、まあ早速あるかねえかわかんないですけど、行ってみますか。うん、掘ってみましょう。行ってみますかって、ここだからね。まあまず探さんかねえな、タケノコを。ほらあるぞ、ほらほら、俺早いから。いや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 、ほら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 、ほんとあなたたちは、ほんとにいい、ね、そう見つけるの俺なんだ。いいサイズだかね。いや、ほんとにさ、若いね。いや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 、そろったスーパー近距離で撮る技。あー、結構遠目から行くんね、ガンは。遠目から行かないと気がつけちゃう。こいつ、こっから来てんね。こいつ来てるわ。寝とか。女の子と一緒な、タケノコって。その心は優しく、傷つかないようにして。そう、撮る。なお、女って平気で男傷つけるじゃん。そんな優しさいらねえんだよ。あ、こそこそ。そんな優しさいらねえんだよ。違うと、うん、女とタケノコは違うと。違う。女はどうな。え？女はどうな。いや、なんか傷つけないようにって言うから。女はすぐ男傷つけた、うん。過去そうだった？うん。そうだろう。いや、少なからず傷つけられたことあるのだって、誰しも。まあね、お互い様やな。うん、タケノコは俺たちのこと傷つけないから、うん、優しくしよう。なんだ。もうここに下へ行けね。うん、生やしていいもん。生やしていい？生やすよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほら。思ったより小ぶりだったな。うん。いや、いいんじゃない？これぐらいを丸焼きにしてさ。うん、いいな。いいですね。よしよし。次は。もう分かってる。はい。俺ばっか見つけてもしょうがねっけ。どうですか？ゴニョッキぐらい、ゴニョッ、あれれれれ、あれれれれ、あれれれれ、ちょ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 、先生さすがだわ。さすがでしょ。悔しい。なんでそんな見つけらんないの。本当にこれでもさ、去年掘ったとこじゃね。去年もここら辺掘ったよな。でも思うわ、昔の人さ、タケノコを食べ物にしようと思った最初の人すごくない？この竹だよ、よう食ったよな。え、だってやっぱりさ、食べ物がねかったねっけ、昔って貧しかったっけ、何でも食べてみようっていう精神だったかな。ちっちゃい頃食ったら、やわっけで食えたっていうのが始まりなのかな。いけるで。いけるいける。いいよ。ほいよ。よっしゃ。はい。いいですね。いいサイズ、いいサイズ。ニョッキ目。はい。次俺見つけるっけな。はいはいはい、はい。手抜けよ、手抜けよ。あ、何発見？発見ですか？はいはいはい、ふい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 、一回取れますよ。うん、いい感じだね。すごいね、こう
いい角度よ。これでこねんか。こねんわ。離すよ。うん。オッケー。出ねー。蹴っちゃった。取れたかな。いいですね。取れたかな今。ガンちゃん。まさかの蹴りで折るっていう。初めて見ましたよこれ。いやもう。このパターン。隠蔽した。はい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 。ちょっと、ちょっと角ずらさなきゃ。よいしょ。あ、ここら辺の子だね。うん、ぶつかれてきてるかもね。いや、だってね、専用のさ、落ちてるから。切りまーす。おいどう。いいね。あよ。いいよ。いや、すごいね。いいね、いいサイズ。立派な。はあ、立派だわ。立派なのが取れたわ。もう一個ぐらいそれぐらい欲しいね。うん。あ、ありました。あった。先生ありました。さすが。あったあったあった。あ、場所的に。おいいね。あ、ちょっとね。今いけないジャブでしょ。竹がね。今やね。竹あって。やぶだから。よいしょ。ちょっと硬そうな感じですけどね。いいかな。え？うん。手前。振りかぶれない。いや、いける。まあやっぱタケノコ掘りのコツは何ですか？コツ？うん。タケノコ掘りのコツはちゃんとした道具を使うことです。使ってねっけね。ただね、なんかクワの細いやつみたいなのあるんだよね、ちゃんとした。でも段差がねになると、まあ、マルスコップのみ。ケンスカレアも同じですよ。ちょっとだいぶ腕いるけどね、ケンスコでやると。伴わないとうまくできないと。できないね。あ、いいじゃん。いいサイズだな。もうこれ根っこだね。生やします。よいしょ。ほら、いいね。いいですね。よいしょ。食べ応えあるんじゃない？あ、この辺もな、葉っぱめくればあれするんだけどな。あーちっちゃけどあるわ。ちっちゃい。うん、結局掘ってみるとちっちゃかどうかわからんけど。あ、いや2本も入った。2本もあったわ。先生お願いします。向こうこれとこれダブル。なかなかいいサイズね。でかっ。力来てる。
俺もバンバンもやらねっつそれなんすか。いいんだけどね。俺一個も見つけてないからね。バンバンに関しては。うん。カメラも高金で探してた方がいいけど。仕事はガンが撮ったガンをカメラに向ける係。よいしょ、オッケー、自分でしょ、オッケー。タケノコ掘り掘ってみたということで、実際あってよかったですね。よかった。サイズも一番美味しいサイズじゃないね。一番手頃でさ、まあ、大体スーパーだとこれぐらいなのかな、割と、うんうん、まあここのタケノコはね美味しいで有名なんで、うん、じゃあ帰って家で料理しますか。しましょう。刺身、刺身だね。焼き、焼き、天ぷら、天ぷら。そうだね、まあ何でもできるよね、タケノコは。そう、うん、まあこの動画が面白かった人は、チャンネル登録とコメントたくさんお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。一度だっけ、はい、よいしょ。オッケー。ということで、じゃあこれも山菜の食材に、はい、しますか。山菜パーティーのタケノコ獲得しましたんで。よし、じゃあ次の山行くぞ。行きましょう。